睡眠用朗読星の王子様第5章。皆さん良き夢を見てゆっくり寝てください。星を出ていくとき、王子様は渡り鳥から飛んでいくのをうまく利用したのだと僕は思う。出発の朝、王子様は自分の星をきちんと整えた。カズカさんは丹念に素払いをしてやった。星には二つの火山があったんだ。朝食を温めるのにあつらえ向きの火山だ。火が消えている火山も一つあった。でも王子様、絶対大丈夫ってわけじゃないからねと考え、同じように鈴払いをしてやった。きちんと鈴を払ってすっきりさせておけば、火山は静かにムラなく燃えて爆発なんかしない。火山の爆発は煙突が火を吹くようなものなんだ。もちろんこの地球では僕らはあんまり小さすぎて火山の鈴払いなんてできない。だから地球の火山は僕らにとってこんなにも厄介な種になってるんだ。それから王子様はちょっと寂しい気持ちになりながら最後のバウバウの芽を引き抜いた。もう二度と戻ってくることはないだろうと思っていた。普段やり慣れていたこうした仕事はこの朝しみじみと心にしみるようだった。そして花に最後の水をあげ、ガラスの覆いをかぶせる用意をすると、自分が泣き出したい気持ちでいることに気がついた。さよならと彼は花に言った。花は何も答えなかった。さよなら、彼は繰り返した。花は咳払いした。風邪をひいているからじゃない。私バカだったわ。とうとう花は口を聞いた。悪かったと思ってる。あなた幸せにならなきゃダメだよ。王子様は花が自分を責めないのでびっくりした。すっかりと奪いして、彼はガラスの覆いを手にしたままその場に立ち尽くした。なぜ花がこんな風に穏やかに優しくしてくれるのか理解できなかったのだ。だって私あなたのことを愛してるわと花は彼に言った。何も分かっていなかったのね。私のせいでもうどうでもいいけれど、でもあなただって私と同じくらいバカだわ。幸せにならなきゃダメだよ。ガラスの覆いはそこに放っておいて、もういらないから。でも夜風が。私風なんて大したことないもの。夜の涼しい風に当たれば気分も良くなるわ。私花なんだもの。でも虫とか獣とか。毛虫の2、3匹ぐらい我慢しなくっちゃ。長女に会いたければ。きっと長女はとっても素敵でしょうね。
それに長女の他一体誰が私に会いに来るくれるっていうの。だってあなたは遠くに行ってしまうんだもの。それから獣なら大丈夫。私だって鋭い爪があるわ。花はそう言うと無邪気に4本のトゲを見せた。そんなにグズグズしないでよ。イライラするから。行くってもう決めたんでしょ。だったら早く行ってしまって。花は泣いてるところを見られたくなかった。本当に気位の高い花だったんだ。王子様、小惑星325、326、327、328、329、330があるあたりに着いた。そこで王子様、仕事を探したり、何かを学んだりするために、それらの星を訪れることでした。最初の星には王様が住んでいた。王様は黄色の衣と白点の毛皮をまとい、飾る気はないけれど、実に堂々とした王座に陣取っていた。王子様が目に入ると、王様は、神経が来たようじゃ、と大声を出した。王子様は不思議に思った。なぜ僕のことを分かったのかな。会うのは初めてなのに。王様というものにとって世界はとても単純にできているということを王子様は知らなかった。自分以外はすべて進化なのである。時間よりが良い。世が存在をもっとよく見ることができるようにと王様は言った。とうとう進化がやってきて、王様として振る舞えることが誇らしくてならなかった。王子様は辺りを見回して座るものを探したけれど、立派な毛皮のマントが星を占領してしまっていた。そこで王子様は仕方なく立ったままでいた。そしてとても疲れていたのであくびをした。王の面前であくびをするとは礼儀に反しているぞと、この君主は王子様に言った。ゆえ、そなたにあくびをすることを禁ずる。我慢できなかったんですと王子様はすっかりドギマギして答えた。僕、長い旅をしてきて眠っていなかったから。よろしい、それではと王子様は答えた。世はそなたにあくびをするよう命ずる。もう何年も人があくびをするのを見ておらん。世には珍しい見せ物じゃ。ほら、もう一度あくびをせい、命令じゃ。そんなこと言われてもどうしよう。僕もうできませんと王子様は真っ赤になって答えた。と王様は返事をした。それではそなたに命じよう。時にはあくびをし、時には。王様は早くて何かもごもごと言った。ちょっと苛立っている様子だった。というのも王様は自分の権威が尊重されなければ気が済まなかったのだ。不服従は許せない。絶対服従の帝王だ。でも王様はとても人が良かったので、できないような命令は出さなかった。
王様はふつぐさのようにこう言ったものだ。もしヨが将軍に向かって海鳥に変身しろと命じて、将軍がその命令に従わなかったとしたら、それは将軍のせいじゃなかろう。世の過ちじゃ。僕、座ってもいいでしょうか？と王子様はおずおずと尋ねてみた。世はそなたに座るように命じる。と王様は答え、白天の毛皮のマントをおごそかに引き寄せた。でも王子様はびっくりしていた。その星はとっても小さいのだ。一体全体王様は何を支配しているんだろう。あの殿下、と王子様は聞いてみた。ぶしつけな質問で失礼だと思うんですけど。世はそなたが世に質問することを命ずる、と王様は急いで答えた。殿下、その殿下は一体何を治めているんですか？すべてじゃ、と王様はすごく簡単に答えた。すべて？と王子様は引き返した。王様は控えめな身振りで自分の星とその他の惑星、そして星々のすべてを指さした。それ全部？と王子様は聞いた。そう、これ全部じゃ、と王子様は答えた。王様は絶対君主であるばかりでなく、この宇宙全体の帝王なのである。睡眠用朗読、星の王子様、第5章、これにて終焉。第6章に続く。皆さん、良き夢を見てゆっくりお休みください。おやすみなさい。